来週から新たな都営バスの運行が始まります。その特徴は、乗降口だけでなく、後部座席まで車内の段差をなくしたフルフラットの内装で、日本で初めての導入です。こちらが東京都が新しく導入するバスになります。車内を見てみますと、段差がないため、一番後ろの席まで不自由なく移動できます。 現在走っている路線バスは後方部分の席が少し高い位置にあり通路にも段差がありました今回、東京都交通局が新たに導入するフルフラットバスはこの段差をなくし高齢者や足の不自由な人でも利用しやすいバリアフリーの作りになっています。こののバスはスははウェーデン製で、1台の価格はおよそ3500万円と、 これまでのトバスよりも1 1万円ほど高くなっています。座席数や定員数は従来のバスと変わりませんが、車内前方の人が後ろに入りやすく混雑の緩和にもつながるとみられています。バスを視察した小池知事は、高齢者にとっても階段があるとあのつまずいたり、そしてちょっとの動きで転倒したりというそれが防げる。 ベビーバギーもあのそのまま固定できるようないろいろな工夫がされていました。このバスは25日から高齢者が多く利用する大塚駅から金市町駅の間で運行を始め、今年度中に複数の路線で29台の導入を予定しています。